チャールズ・ジョー・キン、チャールズ・ジョン・ジョー・キンは、客船タイタニック号のパン焼き主任だった人物。同船の沈没事故で海に投げ出されるもウイスキーを大量に飲んでいたおかげで長時間泳ぐことができ、生還を果たした。1878年8月3日、イギリス・イングランド・バーケンヘッドに、軍への食料供給業者であるジョン・エドワード・ジョー・キンと、その妻エレン。 旧制クロンブルホームの長男として生まれた。11歳の頃の1889年から海で働くようになり、後にホワイトスターライン社に入社した。1906年11月17日にリバプールでルイーズ・ウッドワードと結婚。オリンピック号での勤務を経て1912年4月4日にサウサンプトン港から処女航海に出たタイタニック号に、 パン焼き主任として配属された。1912年4月14日の3等、選客用メニュー4月14日午後11時40分に、タイタニックが氷山に衝突、翌15日に入った午前0時20分頃から、救命ボートの準備が開始された。これを知った、キンは直ちに乗組員から志願者を募って、小グループを作り、右玄ボートを担当していたマードックを手伝った。 自ら先頭に立って三頭戦室を何度も往復して女子供をボートへ誘導して彼女らをボートに押し込んだ。ジョーキンは航海技術を身につけていたため1号ボートの指揮を割り当てられていたがボートに乗ることを拒否して船に止まった。ジョーキンは生き延びることができないことを覚悟し午前1時20分頃に E デッキの自室へ戻ると繊維の勧めに従って 死の苦痛を麻痺させるために酒を飲むことにしたが、部屋への浸水が始まっていたため、ボートデッキへ戻り、カフェパリジャンの食品庫に入って、ウイスキーを飲み続けた。船が、選手方向にどんどん傾いていく沈没直前の午前2時15分、頃、ジョウキンは、パン焼き場の食品庫の鉄のドアに鍵をかけ、食品庫の壁に背中を預けて、傾斜を利用して、最後の酒を、 乾杯と言いながら飲み干していた。その時、突然大きな衝撃と鉄の塊が裂けるような音がして床が水平に戻った。何事かと思った上金は食品庫から出たがパニックになっている群衆の姿を見て怖くなり、この群衆を避けたい一心で右玄の手すりから海へ飛び降りようとした。ちょうどその時、タイタニックの切断された線尾部分が 左舷側に傾き始めたため、人々は、坂から転がり落ちるように左舷に向かって海へ落ちて、行ったが、上近は酔っ払っていたにもかかわらず驚くべき、平行感覚を発揮して、右舷の手すりに這い上がって、横に歩き始め、沈みゆく船尾のてっぺんあたりに陣取って、沈没ギリギリの瞬間まで船上に残った。いよいよタイタニックが完全沈没しようという午前2時20分。 ジョーキンは波が靴を洗い、ぼんやりとした赤い幻想の明かりが水面下に滑り落ちた瞬間を見計らって大西洋に飛び込んだ。ウイスキーを大量に飲んでいたジョーキンは冷たい海中に落ちても他の人々のように体中を針で刺されるような苦痛を感じることがなかったという。他の人々が20分以内に低体温症で意識を失って死んでいったのに対し、 商品はほとんど明け方まで泳いだ末に、ライトラーが指揮する、ひっくり返った、ビーゴーボートにたどり着いて救出された。そのため後に、あの夜、タイタニックから振り落とされた他の誰よりも長く、海中にいて生き延びた平均的な体格の男と評された。事件後、リバプールへ戻り、5月10日には、タイタニック沈没をめぐる、英国海南院審査会で証言を行った。 つマルイーズが出産による合併症で死去した後、残った二人の子供を残して1921年頃にアメリカのニュージャージー州パサイク群パターソンへ移住した。そこで、アニエリナー、ネリー・ホワース・コール旧姓リプリーと結婚し、死別するまで彼女と暮らした。1944年に引退するまでアメリカンエクスポートライン社で勤務し、第二次世界大戦中には、 軍の兵員会場輸送に従事していた。1955年に出版された、ウォルターロードの忘スレーヌ・で証言を行った。1956年12月9日にパターソン病院で死去。ありがとうございます。